桃山話第238話こぼれ話奥住の巻。郡上街道高山へ向けて二人分のダッチンをもらって死に美脚に出かけた男が、西暮れを通ったら、通ることはならん、行くことはならんってて誰やらが呼ばった。聞かずに通りよったら、これでも行くかってて、女の生首を苗でよこえた。その男は逃げて帰って、7日目にとうとう死んでまった。龍ヶ峰を聖徳太子が通りかかられたとき、馬が力足を踏んだもんやでついたっていう、蹄の跡のある龍ヶ石っていう石があるげな。このことは、しんべヱさんのおばあさんが話された。坂本の長右衛門さんは、当主が17代目と言われるから、かなり古い家柄のようだ。しかし、長右衛門さんの話によると、祖父の三五郎という人が、新書を作らせる以前は、貧乏で貧乏で、寺割屋なんも一番ケツやったそうな。三五郎さんの遺言は第一に、仏壇は変えることはならん。個々の仏壇は元は寺の又右衛門さんのものだそうな。それからして潰れ牛は飼うことはならん。子を二三頭取ったら痩せたまんま抱いて肉牛にして売ることはならん。令和家がお上には畳を敷くことはならん。四本柱の中へ水を取り込んで、流し穴作ることはならん。この四つやったそうな。三五郎さんは学がないがために、どこでも頭を下げんならん。その悔しさから金を貯めて、金を貸して、その連中に頭を下げさせさせた。この人は頼むしは全部満行で取らしたやな。もっともその頃、長右衛門さんにはおっさま二人おって、一生懸命働いて、新書を助けさせたそうな。三五郎さんは、千両たまらなタブサは切らん、ということで、いつまでもタブサをつけとった。ところが、三五郎さんが嫁の在所の与右衛門さんのとこで、正右衛門さんの正治という人とあくれとって、正治さんが三五郎さんのタブサを切ってまった。三五郎さんが家へ帰るといと、おっかが、お前はかかのふんどしに巻かれとる。タブサやな、俺でも切ってやるに。って、そう言っておごらしたやな。それからして世間では、三五郎がタブサを切ったで、どうやら千両貯めたらしいって、もっぱらの噂やったそうな。国田玄秀さんが司法さしたとき、三五郎さんは家督全部で千両の根をつけさせたやなが、もう500両決まってくるよって言わしたそうや。三五郎さんはそれは買わずに、すぐ後に伝授を交わしたそうなが、ちょうどそれが2箇所で千両やったげな。上明寺の千住の子供衆が大病の時、三五郎さんは貯金通帳と藩を預けて使わせさせた。千住は金は返せんで、お僕前で取ってくりよってて、米で返さした。世間の者はわけ知らんもんやで、三五郎はうまいことせる安い米を買ってくって言ったそうな。こんな話をした後で、当主の長右衛門さんはこう言われた。わしんとこでは牛肉を買ってきて食ったことはただの一度もない。58年間酒も飲まん。前見ぼらに田村っていう家中の炭焼きさが住んでござったそうな。その人は猫好きで何でも芸のできる親子猫を飼っとだったやなが、
干しニシン1羽買って留守を頼んで旅行に出たうちに、猫が死んでまったいな。その人の建てさした猫の墓が、元の火葬場に立っとるが、切り石の立派なもんや。明け山の徳左衛門さんの死なれた太一郎という人の話によると、坂本村ではご維新になって、山がありすぎて税金が得れ、ほんで400丁部は村へ提供して、後にそれが県有林になったが、文集部合は村へ入ってまって、部落へは今し、三井へ渡った2000丁部は池田という助役の斡旋で、三井から1万円来て、そのうちの5000円を12件で分けたんやそうな。徳左衛門さんの仏壇は、はじめ本屋へ送り込んできたんやそうなが、200では小さすぎるで、お前んとこで買えってことになった。その時、このうちの総領でおっさまを通さしたスミサが、本屋で働いて貯めさした60円と、うちで40円具面して、合わせて100円で買わしたんやそうな。スミサって人は、カカもらってやったところが怖がって、一週間ってもの前のトンボ屋に隠れとらしたんやな。スミサが水飲みに出たとこをおっかあが見つけさしたってこっちゃ。平兵衛さは近頃秋山へ出てこられたが、元はみぞれやった。このうちには水につけると六字の名号の浮き出る石がある。ちょうど手のひらに乗るぐらいの大きさの粘板岩の黒い石で、角の取れたすべすべの川石である。どんぶりを借りて水につけてみると、乾いているとき黒かった石の肌が濡れるとやや灰色がかってきて、霜膨れの形の石の表面に、ダブツと墨で書かれた文字らしいものが浮かび、仏という字ははっきりと読み取れる。平兵衛さんのおばあさんの話によると、これは曽祖父が旅の修験者にもらったもので、その時修験者はこの石の由来をこう語ったそうだ。昔あるところに池があった。池の主の大蛇に毎年村では娘を一律一人悟空にするしきたりがあったそうな。この年もその時期が近づいて、白羽の矢の当たったうちでは、娘に着せる一重ねの小袖を準備して、毎日毎晩、嘆き悲しんでいた。ちょうど明日いよいよというその前の晩、このうちに一人の旅の僧が泊まり合わされ、その訳を聞くと早速たくさんの小石を集めさせて、それに六字の名号を書き込まれた。あくる日娘を連れて池のそばまで行くと、一点にわかにかき曇って雷鳴がとどろき渡り、灰然として大雨が降ってきた。村人が慌てて逃げ去ると、池の真ん中から大蛇が姿を現した。旅の僧は大前自弱として念仏を唱えながら、用意してきた小石を池をめあげて投げ入れられた。大蛇はみるみるうちに力が衰えて、ついには池の中にその姿を消した。娘ともども帰って来られた旅僧を見て、家人も村人も涙を流して喜んだ。その夜、旅の僧の夢枕に立った大蛇は、海に千年、山に千年の行を終え、お金で天上界にいることができました。
と言って感謝した。それ以後この池の水は枯れ、平兵衛さんの小石もその池の跡から修験者が見つけて拾ってきたものなのである。飼いなでの金四郎さは、はじめまむしらの入り口の井口の左手の道路端で書体を持ち、炭焼き製材請負いと、何でもござれで一台で新書を作って、飼いなで七軒持ちの辞書、つまり原野と荒れ端一丁部と、三輪五丁部を買って百姓にならした。それは品事変の始まる頃だったそうな。金四郎さんは、ひずもから巣後の奥の宮、最後は荒倉で製材をやられ、ひずも巣後では下駄の履いた専門で、椅子の足穴も作り、巣後荒倉では水車を利用して生地も引かれた。金四郎さんは、請負の方でもなかなかの腕出し者で、墨清少氏は、村一番の請負師と折り紙をつけられたそうな。奥南尾の奥の田んぼ、坂本林道、奥住学校、寺学校の講堂なんかを手掛け、橋もいくつかやられたらしい。飼いなでへは、小半佐の孫娘が嫁に来て見える。その人の話。おばあは嫁に来るとき、生地屋の血統やもんで、黒帯を締めておいでたいな。黒帯は落ち人でなけにゃ締めれなんだんやって。おばあは留守番するとき、お供えもんやで、よきとか槍をそばに置いとったって。そうすると、よものが障子の穴から覗いたって言われた。光る目をしてな。神左衛門さから、出なえたおじいが大畑に家を建てられるときに、材料を要さ担い上げて回れたいなが、そうすると狼は後ろになったり前になったりしてついてきたいな。飼いなで淵の東側に滑り岩という大きい岩があって、石を転がして落とすと雨が降ると言われていた。この岩を割って金四郎さんが隠居屋を建てられた。小牧の学校の神の代らを孫子焼きっていうが、これは孫平次の孫子さんが死んだ時、ちょうど小替え時で焼き場で焼くと蚕に触るということで、恩で登ってここで焼いた出会いな。このことは信信さんが話された。木十郎さんの家の門は、元は十六弁の菊の花やったそうな。ところが警察に呼ばれて注意をされたもんで、それからは喧嘩たばみに変えたんやって。一助さんの鉄五郎という人の連れ合いは、杉山家老の娘やった。鉄五郎さんのおじさんは陸軍中尉で、杉山家の久江という娘と結婚されたが、一子を残して死去された。女の子を連れて小牧の夫の家の一助さんに身を寄せておられるうちに、久江という人は鉄五郎さんと一緒になられた。この家老の娘も63で、昭和12年に死なれた。遺品に一寸八分の厨子に入った黄金仏と見事な光害がある。一助さんにはこの他に左陣五郎作の大黒天もある。四代前にあたる初代の人がドバダニで豆腐屋をしておられた。それで今のこのうちは土場ではないけれど、土場という屋号が残った。今生きてみれば130歳ぐらいの小六歳のおばあさんの話伝えられたこと。昔はお伊勢様から太夫様が回って見えて、
泊まられる宿は小六さんに決まっとった。神谷から口直へ戻ったような風やった。ちなみに口直のお宮は伊勢神明神社である。御座で聞いた話。持ち花はもみじの木で七五三の枝にして角餅をつけるのが本体。このうちには男勝りのおばあさんがあった。よくなったが新人者で身が軽うて声が弱うて若い時は随分世間にもてはやされ、歌歌って門付けして伊勢参りをされたそうな。歌歌えになれと誘われさしたこともあったげな。奥なあおの助左衛門さんの母屋は65坪もある大きなもので、もう200年以上経っている。おかみから井戸の柱は栗、奥はヒノキ、大座すは長さ五軒の松材、万田裏旧尺は切って捨てられたそうな。今でも夏場には矢にを吹くという。助左衛門さんが青山様の休み場所になったとき、うちがかやぶきでおぞかったので、笠野のうちはこんなうちか、と笑われたそうな。それで小牧から婿に来た人が今のうちを建てた。はじめから千枚板吹きであったという。助左衛門さんも五代前の人が清酒をやられて新書をしまわれた。それでも手法は家財道具だけで、うちや家督には手をつけずに済んだ。土蔵のそばに機械場の跡が残っている。清酒といっても五六人取りの小さいもんであったらしい。これは亡くなられた梅次さんのお話。和合橋の西爪に立っておられる地蔵様は、元は小牧川の陣兵幅を鉄線へ向けて登るところにあった。大正15年頃今の道路になったが、当座は新道を右へ登り詰めたとこにあった。奥南尾の道は昔は作太郎さんの裏手の山裾を通って小糸坂を越して橋の方へ出た。小さい荷車を通したのは伊藤和元氏が元祖で、新道は昭和7年に水路のとこまで作った。自動車が入ったのは昭和30年代も半ば過ぎてからだと思う。これらは亡くなられた伝承寺さんのお話。